続いて、えー、じゃなかった、知ってただろうネーム、あやかさんからいただきました。いよはい。私が通っていた中学、中学には、王子と呼ばれていた男の先輩がいました。男で王子王子は、その名の通り、うん、かっこよく、背も高く、運動神経も良くて、女の子に優しいけど、女たらしいってわけでもない、絵に描いたような王子様でした。うん。でも、 王子には彼女がいる様子もないので、もしかして男の子に興味があって噂もありました。そこまではわかりませんでした。あ、要は、すごい、絵に描いたような、もう、人がいた。完璧なんだけど、いい夜女子もいるでしょ。なのに、彼女を作らない。彼女を作らない。ホモだと。言い切りましたね。ストレートに。はいはいはい。言い切りましたかまあ、でもね、濁してもしょうがないもんまあ確かに確かに。先生、やっぱりこれ周りの方々でも、 やっぱりなんか、その、本物だということで、結構喜んでる節があるんじゃないですか,かああ、なるほど。結局、なんかそういうとこあるよね、女子って。<laughs> <laughs> なんか結局さ、自分のものにならないのなら誰のものにもなるな的な。ああ<ー>。みんなのまるくんじゃないの <laughs> <laughs> 激しい、激しいですね。思春期はね。思春期は。思春期は。あんた何抜け返すんだよみたいな。平和を守るために。ね、言わないけど、あるでしょ多分。 女子のかさ女子ってグルーヴ感大事にするじゃんグルーヴ感大事ですかね流れがなるほどなるほどあるあるやもしれないちょっとリズム乱してんじゃないの？言うちょっとずれてんじゃないの」みたいな漫画でもよくありますしケ嘩カになるでしょだからやっぱりこういう時はダメなんそうなんですねじゃあこれも幸せですね流み先生 幸せですかいいみんな。みんな幸せですね。うん、抜け駆けしてない<う>じゃん。採用です。採用されました。